กองเชียร์อยู่ไหนเจ้ามาหน้าเวทีได้นะเจ้าแต่อย่างน้อยมีกองเชียร์กิตติมศักดิ์แล้วนะนังสวัสดีครับสถานการณ์先日プンクロイ地区の事務所で村太鼓のソムタム作りのイベントが行われました。まずは子どもたちの鼓笛隊が先導し、各村の関係者が入場します。踊りの披露もあるので、その出場者も更新しています。子どもたちによる伝統的な踊りの披露です。踊りの後にチップを渡すのも愛らしいです。小学生のお姉さんたちを見る幼稚園の子どもたち、自然に体が動いているのが可愛いです。練習にも熱が入ります。どのチームも大盛り上がりでした。うちの村のチームの登場です。パフォーマンスだけではなく、ソムタムも作っています。
お疲れ様でした。審査難しいでしょうね。催しの時はいつも屋台が集まります。この後は若者向けのディスコになり、夜遅くまで音楽が響いていました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。